ケのユキコ選手でございます。ありがとうユキさん。ソフトボールってどういう握りで何がどうなって何種類あるの？緩急と上下と左右で何種類あるの？ゆうこちゃんは球種全部で球種として使ってるのは7種類なんです。そんなんだ、うん。まあ、それをコースに投げ分けたりもするのでかける4とかもっとなってくるよね。そうですね。でもサインとしては7種類球種は7種類の中でもその曲げ方とか落とし方とか上げ方とか変えてる？その場に応じて。それどこでどうって変えるって、その縫い目の指1ミリ変えるとかの、はい、いや、リリースの指先の感覚で変えます。そんなことできある？人間が13メートルでこう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 みたいな。いや結構できますね。小さい頃からいや、それはずっと全国大会とかで、あ、それは大人になってからの、はい、だって10代から代表選ばれてたろ。若い時はもう本当ストレートとチェンジアップだけみたいな感じだったし、うん、だって昔番組で対戦した時もううなるボールと変化球って言ってもチェンジアップぐらいだったもんな。そうですね。あとはライズが少し投げれたぐらいだったので、そっからどん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 増やしていったんだ。そうですね。やっぱなんか好奇心で増やしてた感じです。もっといろんなボール投げてみたい。やっぱね、いや好きなんだよソフトが。ピッチャーってやっぱり特別なポジションなので、なんかこう唯一こうアクションを仕掛けられるポジションじゃないですか。野手とかバッターって全てがほぼリアクションのポジションじゃないですか、うんうん、唯一ピッチャーだけが全てを仕掛けられるポジションなので、うん、確かにね、言ってみたら指揮者だからな。自分の思い通りにボールを動かせるんですよ。おう、なるほど深いな。自分の工夫次第でいくらでも自由に操られる。なるほど。あ、もっとこうしてみたい、ああしてみたいっていう積み重ねで、これやるとどうなんだろうとか実験みたいなもんだね。投げ方も例えばじゃあライズの握りでドロップのリリースをしたらどうなるのとか、ドロップの握りでライズのリリースしたらどうなるのとかっていうのをいろいろ投げて研究っていうか、まあ、もう本当研究だね。遊びの延長ですほとんど。いやいや、でも俺からしたらもう博士だよ取ってる方が鬼ですよねキャッチャーきついぜバキバキ突き上げすんじゃねえの。そうだよねこっちは受ける方が大変だよね。ピッチャーもどういう球いくか分かんないんだからはでもその中でやっぱ行き着いたのはスピードもどんどん、いまだに、まあ言ってみたら若い選手がね、今回のオリンピックでも後藤選手とか入ってきたけど、もう20歳ぐらい近い、はい、違うわけでしょ。でもスピードも上がってるわけでしょ、昔投げようと思えば。そうですね、だんだん上がってきましたね。今はもうスピードに、そんなことある？20年でどんどん上がっていくってどういう競技だよそれでまた変化球まで覚えて行き着いたのが、やっぱ打ち取ってちゃんと試合を作って勝つっていうことなんだ。三振取るほど疲れるものはないって思ってます。三振が一番やっぱ疲れるんだ。一番疲れます。でも変な話、だって打ち取って一塁にベースカバーとかさ、ちょっとこう大きなフライを打たれてドキッとする方が疲れるっていうこともあるじゃん。いやもう理想は1球でワンアウトで三振でよしって士気が上がるし、自分の気持ちも上がっていくっていう感じよりも、やっぱ自分の中のテンション的には1球で終わってラッキーとかっていう打ち取り方の美学があるんだ。そうですね、あんまり三振とかにはこだわってないです。三振を取らなきゃいけないケースに三振を取れればいいんです。別に全部三振じゃなくていい。まあ確かにな、勝つためだったらね、はい、勝つことがゴールだからね。自分が試合をしているんじゃなくてチームで試合をしているので、うん、自分の自己満足でピッチングをしてもやっぱり勝てないんですよ。なるほど。それこそ言い方悪いですけど、やっぱり守ってくれてるバックがいるからこそ、やっぱりバックをうまく使わない、そうだよね、利用しなければいけない、うん、やっぱり頼っていかなければいけない、うんうんうん、わけなので、うんうん、要は1球でショートゴロを打たせれるのであれば1球でショートゴロ頼んだよって感じでアウトとか。なるほどね。外人さんと対戦するほど面白いものはないです、うん、やっぱ力の外国人の人の方がなんか一辺倒というか、あんまり工夫してこないっていうなんとなくイメージではあるけど、そんなことないんだ。いや結構やっぱり外人さん工夫してきますよ。なおかつ力もあるので、あ、パワーがね、
やっぱり日本人だとやっぱり自分のボールに対して結構なんか力負けして打ち取れることもあるんですよ。外国人の選手はもう絶対力負けしないんで、うん、私のボールでも、うん、今年のオリンピックでこれやばかったなっていうのはある、まあ、もうアメリカはもう別格なんですけど、やっぱりすぐレベルがズンってこうグッと上がるんだ。そうですね、やっぱパワーに技術が加わってる感じ、うん、オーストラリアは？オーストラリアはクリケットが有名だかわかんないんですけど、やっぱスイングがちょっと独特なんですよ。苦手なボールが何だろう、こう全体的にみんな苦手。もう国のか全体がそうなんだ、はい、このバッターはこのボールが苦手じゃなくて全員がこのボール苦手っていうのがオーストラリアなんだ。そんな感じですね。さあそんな中今日ゆきこちゃんなんと僕のためにあれを持ってきてくれているみたいなのでいいですか、はい、ポッケ入れてんの？そんな大事なものをポッケに入れてきたんかい群馬から焦ってガシャンガシャンにしてる。うーわやばっ、うん、触れない触れない触れない。いやいや全然、重いんでぜひ触ってみてください。うわ重たっちょっとあの手洗いましたね。なんか俺すいません素手でいい？全然全然、ね、うわおこれ重たいね。メダルが入ってるだけでカバンの重さがもう全然違う。そうだよね。え今までのメダルとまた違う？今までで一番重い。アテネと北京と。はい。あ大きさが全然違います。あそうなんだ。うわ見てたよ。見てたよ。うーわ。なんか恐れ多い恐れ多い。もうお納めください。うわすごっ。やばい。やばいな、これはやばい、これはまずいぞまずいぞ、急に汗をかいてきたぞそれぐらい俺も嬉しい、貴重すぎる。いやちょっとこれからもちょっと、もっとポッケじゃなくて大事にしてね。もうわざわざ持ってきてくれてありがとうございます。じゃあ今日早速あのお祝いというかお食事会を用意したのでいきますか。すいません、なんかマジでこれもらっていい？もちろんです。ありがとう最高。チームユースクの17番なんで皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、なんか俺のでいい？これ大丈夫？全然です、嬉しいです。本当こんなのしかないけど、ありがとうございます。よかったら受け取ってください。ユースケグループ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんかウキウキお祝いというかお食事会を用意したのでいきますか。ゆきこちゃんに合わせたいスペシャルゲストをご用意しています。お互い誰が来るか分かってないんですけど、後で写真載せますんで。